What the fuck?ベリング来るな。ショップドローン。ショップバック。もう一人。ブラバカ？二階の あ、これマベか。屋上一人と多分下入ってると思うんだよな。それあと屋上あら、随分と見晴らしのいい。あー、ミスった。打つかんかった。U ハッチ降りてる。
はい、すーん。破壊神、俺破壊神。ラペリングタイム。ラウンジドロー回ってる。ノーマット貼ったな。どこだ？あ、3人くらいラペって。なんだこいつら割役いねえのか。てれー、まあショップ側行くからラウンジ側行く。あ、下行った。てってれーこのキババリアマジ最低だよな申し訳ねえもん、使ってて。いや、片側ね、一発だけ壊せば全部壊れるんだけどさ、それのためにピークするのも結構リスキーだから、ね、いや、ほんと真似しないでほしい誰もこれは使わないでほしい。
場所前、放電。ロビー階段。ナイス。あ、壊しちゃった。あ、逃げられた。バック屋上。屋上2だ。ああもう。エイムが悪い。W テラスバック1人。
あと屋上一人。降りたの物理かもな。今シャワーローか。ナイス。屋上にいるの。ラムが2回入った。1回か、ここ。上2かな。ラメと。ディフェーザー落ちた。上で。IQ まだいる。ナイスカバー。毎日配信してるんですか？最近は配信頻度は高いですね。あまり休むけど、最近は結構やってる。ほぼ毎日。俺の生活リズムが破壊されない限りはやってます。ショックワイヤーだから、狩りとフローレスだね。もう、この、なんだ？ここで起爆していいよ、フローレス、入り口で。
りあえずバンディット。上。ナイス。裏行こっか。今、リビングに一人。さあ、行ってブルーだ。ハバーやろう。ナイス。上から来てるね。リビング一人。リビングなんだっけ、正面玄関。そっち頼んだ。俺上見てる。あ、ダウンしてたわ。外側からゾフィア。ジャンカーを落としで割ってもらっていいですか。 Thank you。 やったやった、2人やった。回収のあれだね。タワー上借りだ。タワーじゃないか。あとどっかに狩りがいるけど、わかんねえんだよな。いい外だな。ある。多分1階から入ってくんじゃない俺。足音してる。5枚外か1階か。もう勝つ気ないやん、この人。ざまあ見ろ。なんか攻めの統一性がないな。下から2人入ってる。階段どっちも来るわ。レース。あと芸者外1人と下にいたやつ階段にいると思う。ディフューザー落ちた。
階段やった。もう一人階段、メイン階ね。まだ下帰ったったわ。逆階段行った。N 階段。BG4。はははは。ヒュー。なんか今、キルログに、青いキルログ混ざってたな。まあ、気のせいか。ああ、やべ、カラオケ入ってる。アマルトツ。危ねえ。びっくりした。W 攻め2人以上。移動してた。プラント大丈夫そう？ C4 とか使って頑張って耐えて。俺ロックされてるわ。あまり下降りたな。今一回。まあ、アタックでロックしてる人が結構多いですね、なんか。なんか4人でロックしても敵が動くわけはなくて、ね、誰かが攻めるからロックって生きるわけだから、まあね、結構周り見て動かないといけない人が多いんじゃないかなっていう感じ。昔のシージは本当に残り15秒になるまでみんな一生ロックしてて、最後15秒でわーって突っ込んで、勝つか負けるかみたいな、あれがあるんで。アタック側はちゃんとドローン使うなりなんなりして、自分から攻めていかないと時間なくて勝てない。それで最後甘えてきた敵何人か倒してキル取って、俺はキルしてんのに勝てねえっていうね、プレイヤーが CG は結構多いから。そうじゃなくて、もっと自分から攻めてキル取って、道を作らないと勝てない場面が多いですね。ああ、ちょっと。ああ、ちょっと。なんだ、あいつ。人がバリケード割ってる時に。
スルか。ギャスルもクラッシュもいいのか。クラッシュだ。ナイス。あとで今日明日の動画で、明日の動画は初心者講座のその攻め方のコツみたいなあれの話があったから、もう今日は動画撮れないしね、明日の動画は初心者講座攻め方編にしようとは思ってるけど、結局ゲームの進行としては、まあ最初に割役が壁を割って、で違うな、壁となんだ、シージは例えば今回の運河っていうマップはまず割役がここの正面の大きな2枚のところを割ってから、やっと攻めがスタートするから、まずはビリビリしてる。しかも今回はサッチャー版、ハイド版でビリビリしてるってことはバンディットでしょ。で、バンディットってことは、まあ、ミニインプ。この、ドッケビとかが持ってるミニインプで壊すこともできるけど、今回、テルミットしかいないから、まあ、普通に文字疲れるよねって。じゃあ、このアッシュとかが2階に行って、その、バンディット持ちついてるやつを、下からね、突き上げたりとかして壊さないといけないよね。っていうところから始まるから、まずは割役の支援を、このアタッカーがしないといけない。で、俺みたいなサポーターとかは、こういうところ割って、こうやって飛び出ししないようにして、割役のカバー。で、まずはこうやって壁が割れます。で、壁が割れたらやることは、まずドローン流す。で、全員がドローン流すとロックがいなくなるから、全員じゃなくて何人かロック残しながら、他の余ってる人がドローン流す。で、ポイントに今3人見えたでしょ。で、一人行方不明？いや、全員いるな。ポイントに全員いるから、まあ、下とかは遊撃いないし、まあ、こっからはドローン使って敵の場所を追ったから、もう、囲い込み。こっから出れなくしたりとか、階段上の廊下にいるよ。まだ残り1分あるから、もうこっからは、こうやって、じりじり、ドローン使って敵の位置を追いながら、敵を動かして、どんどんロックで敵のダメージ数削って。あとはガジェット壊し。まあ今回アザミだからアザミ壊したいとか。味方に情報を与えたりとか。やりたいけど、ちょっとね、今回ソフトブリーチャー一人しかいないから壊せんのこれ。ナイトランとか、まあね、順番にやっていくことがあるから、自分が使ってるオペレーターはどの役割なのか。だからもう、
今回みたいな時はそもそもオペレーターのピックから間違ってたよねっていう話になったりとか、まあ、あとは、次、地下でしょ？地下で、まあ、アザミとかソーンとかだから、ソフトブリーチャーが多い方が良いし、この地下攻めは、火花あれば、もはや火花じゃなくても、ね、ハードブリーチングチャージ持ってるキャラクターでもいいっていう割役がほぼいらないマップだから、まあそういうキャラクター、打ち合いとか破壊が得意なキャラクターを持っていきましょうねっていうところからマップのドローン流しを始めて、アザミいるし、味方は盾になった。で、アルニがいる。アルニがいて、ブラーバが味方にいるからちょうどいいし、カプカンもいるからブラーバちょうどいいし。まあ、ここはまずは、2階から取っていって、上火花で割るなりして、工事するなりして、この前に、飛び出しロックして、まあ、来ないかな。まあなんか、野良は一人で毎ラウンド突っ込んで死ぬっていうことだから、4対5の、俺は試合っぽいんで。あ、今ので有刺鉄線壊れないんだ。まずは有刺鉄線壊して、どんどんドローンでクリアリングして、敵がいないところ。敵のガジェット、ここにバルカメあるね。あとはカプカンとかないかなって。ガジェットを探して、遊撃もいないかなって見て、でここにアザミと下にクラッシュがいるとか、勝負を取って、どんどん情報を取ってけ。ポイントの小部屋いないな。待って、暮らし上がってる。これ、カバイちょうだい。ナイスナイス。第一。オッケー、そしたら俺8ドロップするから階段降りて。わかんねえな。カバーよろ。ナイスカバー。